来ぜ。ティアラがない。あんなくだらないものとっくに外してやったぜ。バティスタ、今ならまだ間に合うわ。グレバムに手を貸すのはやめて。ひたむきに信仰に打ち込んでいた昔のあなたに戻って。ふん、お前は、おめでたい女だな。俺は腹から神など信じちゃいねえ。グレバム様についてるのもいい思いがしたいから、それだけよ。罰当たりな。おい、
偽財官、フェイトどこにやった？牢に閉じ込めてあるぜ。処刑までは大事にしてやらないとな。よし、それを聞いて安心したぜ。これで心置きなく曹操曲を奏でられる。バティスタ、神を冒涜する発言、もう許しません。だったらどうするってんだ。グズのフィリアに何ができる。急ぐ急ぐ、レッツマジンゲイ。こんなはずだ。フェイトを助けに行こう。別の牢屋が向こうの扉の奥にある。すみませんが、私を少しだけ
ここで一人にさせてもらえますか。ああ、わかった。フェイト、無事か。ジョニー、よく来てくれた。一緒にいる人たちは。安心してくれ、こいつら助っ人だ。押しかけ同然のな。そうでしたか。皆さん、助けていただいてありがとうございます。私の名はフェイト・モリュー、前領事だったジロの息子です。ジロのおっさんはティベリウスにやられたか。ああ、早速だが頼みがある。統計寮に行きたい。黒十字艦隊を出してくれ。統計寮ですって。なるほど、そういうことか。俺たちはグレバムを捕まえないといけないんです。しかし大丈夫だ、こいつらならやれるさ。それにこの俺もついていくんだからな。ジョニーさん、嫌とは言わせないぜ。一緒に戦おうって言ったらそっちだ。お前がそんなことを言うとは。ジョニー、さてはエルノアのことを。言うなよ、別にそんなんじゃないさ。わかりました、港の方に船を用意させます。オンに切るぜ。フィリア、こんな遅い時間にお前何やってるんだ。あ、バティスタ、ちょっと調べ物が長引いて。まったくグズなやつだな。仕方ねえ、俺も手伝ってやる。バティスタ、ありがとう。お前に任せてると夜が明けそうだからな。フィリア、すみません、スタさん、なんだかいろいろと考えてしまって。謝ることはないさ。バティスタのしたことが許されるとは思いません。でもこの人にも敬虔な神官であり良き先輩だった頃があったのです。それだけは信じたい。こんな私はダメでしょうか。そんなことないよ、フィリアはそれでいいと思う。フィリアは優しいんだ。そうでなくなったらフィリアじゃない。スタンさん、ありがとうございます。フェイト、リアーナ、無事でよかった。辛い思いをさせてすまなかったな。皆さん、フェイトを助けていただきありがとうございました。それでは私は先に港へ行っています。皆さんの準備ができ次第港までお越しください。待ってろグレマム、すぐに統計寮へ乗り込んでやるからな。フェイトが船の準備をしてくれている。準備ができたら港へ向かおうとしよう。フェイトが船の準備をしてくれている。準備ができたら港へ向かうとしよう。
俺もジョニーさんみたいにうまく歌を歌えるといいのに。練習すればなんとかなるものさ。少し手ほどきしてやろう。ラー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 。ああ、うるさい。変な超音波出さないでよ。超音波って、これは手のかかりそうな生徒だ。まあゆっくりやるとしよっか。風に呼ばれてレンズを追いかけ。ジョニーさんの歌はすごいな。お金のために全て追っかける。スタン、あんた大丈夫？こんな意味不明の歌のどこがいいのよ。自分と気づかず文句を口にするのさ。ジョニーナンバー31、主戦度の番かな。イエーイ。って私の歌か。君と話すと冬を思い出す。冷たくされて涙する。おい、歌をやめさせろ。いいじゃないか、楽しくてさ。背伸びじゃないと言い聞かせ。本心隠してクールに行くのさ。誰かさんの歌みたいね。それがどうした。知らぬはいつも本人だけなのさ。イエーイ。ジョニーナンバー32、冬の美少年ってな。モリュー寮の雰囲気が明るくなった気がしますわ。ティベリウスに攻め込まれてからというもの、みんな不安でたまらなかったのさ。この国の連中はみんなお前さんたちに感謝してるぜ。そう言ってもらえると気が楽になります。これでよかったんですよね。ああ。ジョニーさんのご家族ってどんな人たちなんですか？親父の名はアルツール・シデンだ。試練料を納めてる。あとは兄貴が2人だな。男の3人兄弟ですか。俺は妹しかいないんで、なんだか羨ましいですよ。ガキの頃は喧嘩ばかりしてたもんさ。こればっかりはどこの家も一緒だろうな。
母竜寮の雰囲気が明るくなった気がしますわ。キベリウスに攻め込まれてからというものみんな不安でたまらなかったのさ。この国の連中はみんなお前さんたちに感謝してるぜ。そう言ってもらえると気が楽になります。これでよかったんですよね。ああ、ジョニーさんとフェイトさんって親友なんですよね。ガキの頃からの腐れ縁だな。あいつもほとんど兄弟みたいなもんさ。俺も故郷にそういう友達がいますよ。幼馴染っていいですよね。そうだな、いろいろ思い出がありすぎて時々鬱陶しくもなるけどな。そういうものですか。
アクアベールというのはもともとセインガルドから分離独立した国です。それもあって伝統的にあの国に対する敵愾心が強いんです。前々からティベリウスの野郎はセインガルド侵攻を主張していたな。ここへ来て動きが活発になったのはグレバムにそそのかされたせいだろうが、グレバムはファンダリアに対してもあれこれ働きかけているようです。ファンダリアですか。王家に反対する勢力と結び内戦を引き起こそうとしているとか。あんまりあちこち手を出すと大概しっぺ返しを食うものだがな。何事だ。俺たちも様子を見に行こう。
あれは？ジョニー、お前本当にあの人たちと行動を共にする気か？一緒に戦おうって約束したからな。今度は俺があいつらの助っ人さ。とぼけるな。お前の狙いはグレバムでなくティベリウスだろ。お前はエレノアの仇を討とうとしているんだ。おいおい、俺はそんなこと一言も言ってないぜ。いつまで彼女のことを引きずるつもりだ。忘れろとまでは言わないが、いい加減前を見るべきじゃないのか。私だってエレノアのことは思い返すたび胸が苦しくなる。だがあれからもう4年だ。いつまでもこだわってはいられない。私たちの立場ならなおさらだ。そうだろジョニー。俺はお前と違って何にも背負っちゃいないぜ。面倒なことは親父たちがやってくれる。ただの気ままな風来坊さ。もういい、勝手にしろ。だから一言も言ってないってのに。思い込みの激しいやつだぜ。そうは思わないかスタンにリオン。すみません、立ち聞きする気はなかったんですけど。今から話すのはあくまで作り話だ。適当に聞き流してくれていい。昔一人の男がいた。男には親友と幼馴染の女性がいた。三人はいつも一緒だった。皆若く夢にあふれていた。やがて男の親友と幼馴染の女性が恋に落ちた。本人じゃなくてですか？男は二人の気持ちを察し、うまくいくようお膳立てしたのさ。さて、本来ならここでハッピーエンドのはずだったんだが。何かあったんですか？幼馴染の女性はある日いきなり悪人にさらわれてしまった。そんなのひどい。悪人はとてつもない力を持っていた。男の親友も太刀打ちできなかった。やがて幼馴染の女性は我が身を儚み世を去った。あの続きは？これで終わりだ。終わってないじゃないですか。なぜ僕たちにそんな話を？もちろんただの気まぐれさ。今の話、ジョニーのやつもしかして？え？いや、なんでもない。よし、統計寮に到着したぜ。若、よくご無事で。自然寮のものか？ジョニー、いつの間に準備を？俺じゃない、国元の連中が勝手に気を利かせているだけさ。お越しになるとは聞いていませんでした。一体どういうことですか？事情を説明するのは後だ。城へ入りたいんだが、どうすればいい？城門は固く閉ざされていて、正面からの侵入は不可能です。船で裏口へ回るしかありません。我々がご案内します。森竜城の時と一緒だな。俺たちは裏口に縁があるらしい。そうですね。なんだか聞こえが悪いけど、この際仕方ないわね。では私は町の中央にある船着き場でお待ちしております。フェイト、すぐにここを離れろ。ティベリウスの兵が押し寄せてくる。お前たちだけ残していけるものか。ここで帰りを待つ。おいおい、私は私で好きにさせてもらうだけだ。お前に文句を言われる筋合いはない。分かったよ、好きにしな。フェイトさん、大丈夫ですか？ご安心ください。黒十字艦隊の面々は船に乗るだけが能じゃありません。陸戦だってお手のものです。ティベリウスに見せつけてやりますよ。それじゃあ俺たちは城へ乗り込むとするか。はい。いよいよ決戦だ。統計場へ乗り込むとしよう。町の中央にある船着き場へ行くんだったわね。さて、いよいよ統計場へ乗り込むぜ。みんな、心の準備はできてるな？任せてください。なんだかいつの間にかジョニーが全体を仕切ってるわね。別にいいけど、決着をつけに行きましょう。
町の中央にある船着き場から統計城を目指すわよ。フェイトはああ見えて頑固者でな、言い出したら聞かないのさ。まったく誰に似たものやら。幼い頃から近くにいた人間ではないのか。俺か。その考えは受け入れがたいぜ。俺もリオンの考えに賛成ですね。やれやれ、部が悪くなってきた。この話はもう予想や。どうしたんだろう。大きな町なのに人の姿が見えない。戒厳令が発せられているんだろう。出たくても出られないのさ。一斉に昼寝をしているわけじゃないんですね。そんなはずがないだろう。Thank you.
船の準備はできています。いつでも出発できますよ。オンに切るぜ。きっといつかこの日が来ると信じておりました。ご分をお祈りしております。私はここで待機しております。補給が必要な際はお申し付けください。グレバムとティベリウスがいるのは最上階だろう。一気に駆け上がるとしようぜ。そうですね。グレバムとティベリウスは城の最上階だ。一気に駆け上がるとしようぜ。
勝てるとでも思ったのか。
Let's go!
でも思ったのだ。Thank you.
常にこうありたいものですね。
Take it!
痛くなければそこをどけ。
Yeah!